ひでた、えいこでー、待ってました、大統領。Yes, we can. 古いか。ちょっと、さあ、では今日もよろしくお願いいたします。私はね、ちょっとね、テストっていうね、まさかのね、試験っていうイベントがあったもんね。これはね、気づかれてですね、こまにゃーん、はい、いつもより長く感じたもんね。もう早く終わると思ってね、昨日が土曜日だったらよかったって思ったよね。はい、
公開からでしょ。あれ、まあ、ありがとうございます。元気だったよ。私はいつでも元気です。倒れる前にちゃんと大事を取ったので、無事元気に今日も過ごせています。ありがとうございます。ご心配おかけしました。私は今日も元気です。元気があれば何でもできる。いくぞ、1年生だ。これが踊るか。誰しも踊る。Thank you.
力はもうマリオかマリオかドラクエですよ。お大丈夫、うん、お大丈夫。みたいなやつ、あ、そうそうそう、 FF 好き？あー、みんな好きなの？私知らないんだけど。あとマリオ。そう、あれはね、チームでやってましたよね。Thank you.
来てたくさんありがとうございます。そして初めましての方もありがとうございます。ではこちらでキリがいいのでご挨拶させていただきます。丸川ふくるがちゃんポイントピアノ機のまなまること長藤まなんです。よろしくお願いします。はいあのこの間ですね、皆様のリクエストなりなり、ピアノもね、はい、楽しんでいただければなと思っております。9時までしかちょっとピアノが弾けないお部屋なんですけれども、9時までですね弾いてまいりますので、初めましての方もぜひぜひゆっくりお楽しみいただければと思います。熱中症には気をつけるやで本当に暑いからね、本当に暑いから、もうどうしたね、もうこれから気温下がることないんじゃないかって思うけど、まあ秋が来るからさ、99.98点どうしてどうしてなの、教えてほしいさん。はいさあというわけでですね、はい、ちょっとクラシックもね、じゃちょっと今日はちょっと早いですけれども、ね、少し早めに入れていきたいと思いますが、はい、なかなか聞く機会はないと思うのでね、ここら辺でちょっとドゥドゥンと聞いていただければと思います。関西人、あ、すいません、長野県民です、すいません長野県生まれで今東京在住でございます。はい、もう短期通りじゃないわ、短いんだよこれはっ私は膝汚い膝がめちまったダメとかついなーってこった以上そこ朝まで長浜市できませんでは今日のクラシックは皆様ドゥンドゥンと行きたいと思います。あ、そうですです、山の、あ、そう、山の方です、山の方では参りましょう。今日はラフマニノフの鐘で、あ、間違えましたリンゴの方のね鐘でいきたいと思います。トライトムシちょっとオンジーね、ちょっとまああれもね新しい職業じゃないではここで聞いていただきましょう。ラフマニノフ作曲の鐘でいきたいと思います。七夕のお願いはお金が貯まりますよ。わ、サブね、サブ。Thank you.
魂抜き取られる感じ。この曲見てた魂にどんどか行ってしまう。はい、バチバチありがとうございます。記憶で、あ、記憶ある。この曲一回弾いた時記憶飛んだんだよね。大丈夫、全部覚えてます。はい、ラフマニノフ作曲の金でした。あの浅田真央ちゃんが、あれはオリンピックだったかな、で弾いた、あの絵じゃないわ、それこれバックに弾いたのが多分結構一般的に知られるあれかなと思います。そんな感じでね、少しずつ皆様にも知っていただければと思います。前奏曲というね、プレリュードという曲種の中のね、金ですね。さあ、ではでは後半に行きたいと思います。はい、なので一番最後にね、クラシックをね、聴かせていただければと思いますけれども、ではここからはたくさんのリクエストに応えていくタイム。というわけで、Thank you.
Bye.
マルガハクルガちゃんポイントビューの日のまなまること小野藤井まなです。おーしゃー、毎日このね8時から9時でピアノ配信をしております。リクエストねたくさんいただきますが、まあちょうど限りもあります、時間の限りもありますなんでそこら辺はね、まあ私もねちょっとルールを守る、ルールを守っていきたのでね節度を守って楽しんでいきましょうさすがに9時以降にいたら怒られちゃうからね。何歳？何歳に見ますか？あれ？さあ、よいしょ。いいね。涼しい。涼しい気持ちになる。何曲ぐらいいけるの？ちょっとわかりません。私の頭の中にメロディーが流れるものだったら何でも弾けます。はい。あ、そういうことだと思います。そういうことだと思います。そう。よいしょ。いや、少女。震えてるんじゃない？会いたくて、会いたくて震え。でも暑くて震えますよねさあというわけで、ではでは終わりの時間までと7分となっておりますが、ではでは、じゃあ涼しげにあ、絶対よかった、あ、そういうことです、そういうことですではじゃあ涼しげになるようにね、ちょっとキラキラと月の光で今日は終わりにしたいと思います。Thank you.
飛び地作曲の月の光で今日もお届けいたしました。ありがとうございます。エンディングからがらの時間でございます。もう今日はこれで終わりです。私は皆様ありがとうございました。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。めちゃくちゃありがとうございます。飛び地行ってた時でも同じさあ、というわけで毎日この8時から9時で生配信やっています。丸川ほくろがチャンポイント、ピアノ弾きのワナマルこと長谷島な、1993年1月4日生まれの25歳です。あかーんあかーんあかーん。はい、ちょっと9時までしかピアノがね弾けないお部屋なので9時までにはなりますが、毎日この時間でやっておりますので、ぜひぜひまた初めましての方も見てみてビビビビビ初めましての方またぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。そう、体調はね昨日は本当にやばかったんですけど、今日はなんとか持ち直して仕事中も倒れずに、はい、仕事を全うすることができました。まあちょっと暑さに応え、暑さがねちょっと見えない。へえ、本当に。永遠の15歳？え？15歳じゃちょっとな。コレリー。はい、そうなんです。そうなんです。25歳です。昨日はちょっと本当にね体調が悪くて、体調が悪くて私は元気だったんですけど、ちょっとまさかのね仕事中にねってなっちゃったので、ちょっと今日も仕事だったしね。そう、あんまりこう皆様にもねご迷惑をかけ、突然この配信中に倒れたら困るでしょね。私が配信中に倒れたら誰が偉い人を呼んでくれるんだろうってことになりかねないので、まあでも本当にね今週はね長かった、今週長かったですよ。ちょっとテストも会社の試験もあったし、そう、最終審査の結果待ちもあって、ちょっとね精神的の苦痛と精神的な苦痛と肉体的な苦痛が、ね、両方来たので、なんだよねん行くんかい来るんかい、グリリだよすぐに119秒してくれる、ありがとう。ショールームの配信者の長橋花さんがどこどこってどこどこってなっちゃうから、よいしょ。いやでも本当にね気をつけます。皆さんもちょっと毎日本当に暑い、暑すぎるほど暑いのでね、本当に気をつけてくださいね。一人暮らしと配信中の方が安全かも。確かに孤独死とかならないか。そうね、考えないとやばい。いやでも本当にねもうね結果待ちは本当にプレッシャーなんですよね。もうね、でもなんか皆様にね、そう、結果もいい結果をお伝えできてよかったし、試験も無事終わったし、今週はもう残すところこの休みを休みだ、嬉しい。明日は休み、明日仕事休みです。キワリキテチョピ、そうなんだからしまった。キワリ仕事中に落ちした、あかーんあかんあかん。音楽関係の仕事につかなかったんですか？音楽関係の仕事にはつきませんでした。はい音楽関係の仕事だけで食べていくことは正直できませんできませんし、できないかなと思って諦めてましたけれども、ショールームに出会ってから全然私の音楽で何かをするっていうことに関する動きはもう、仕事云々には関わらず、ピアノでこんだけいろいろできるんだなっていうのはショールーム始めてから知りましたね。はい、本当にね、本当にピアノだけでね、音大卒業してピアノだけで食べていける人はもう豆粒米粒ごま粒ぐらいしかいないですからもう見えない
そう、だからそこから切り開いていくのは難しいなって思ってたけど、やっぱショールームを始めてからだね、そういうのができるようになったのは、うん、ピアノもでお仕事もらったりとかっていうのは、だからどこに何がねきっかけで落ちてるかわからないし、今回の仙台もそうだし、仙台に行くのも本当にそうだし、あの普通に多分音大卒業してピアノやってるだけだったら絶対得られなかったねステージなので、はい、まあ私のピアノ人生はまだまだということで、芸人です嘘嘘、芸人ね、かぶってるよね、芸人、かぶってるよね私はピアノを弾いてることが楽しいし、ピアノでもそうだね、ピアノでみんなにピアノを楽しいと思ってもらいたいです。私が楽しいと思ってなかった時期もあったから、なおさらそう、夜中卒業テレビピアノ先生はね、あの中途半端な感じじゃできないピアノの先生するんだったら私はショールームをやめるで、ショールームをやめたらピアノの先生すると思うそう、でもなんか本当にみんなが私にあの思ってること、何をやってほしい何をやってほしいってことはすごいたくさんあるとは思うけど、私は自分のやりたいことをやります私は自分のやりたいことをやるし、あの、まあ、もちろんたくさんの方のね出会いとかあると思うし、それか経験もあるから、あの自分のやりたいことっていうのは常々変わっていくと思うし、いろんな方の影響を受けながら私もあのやっていくことになると思うけど、一番大事にしたいのは自分のやりたいことだと思っているので、そこだけは絶対曲げずにこれからもね楽しんでいきたいと思いまーすダンスでできる？あれそう、音楽楽しいって思っていただけるように、自分がどうすればいいかっていうのはね、本当にやり方は無限にあるなと思うので、はい、そこら辺はまあこの日々の配信を通してもそうだし、いろいろこう非日常的なことをねすることによっていろいろ得られるものもあると思うから、はい、彼氏と一緒にありがとうございます、なんでやねん先生だったら顔芸から覚えてた、なんでやねん、おっさんのマジ歌目ですけど、なんでやねん、マジピアノならやるよでもなんか悔しいね、よいしょ、悔しいよ悔しい、なんかそうだよね、インストはつまらないって思われてるのがやっぱり、それが私はなんかピアノの CD を出した時に、うん、一番思ったことだし、みんなが思ってるんだなって思ったことだから、それがすごくやっぱりなんかそのなんだろう、多分思ってない人もたくさんいるけど思ってる人がたくさんいるんだと思うから、なんかそれはちょっとね自分の力だけではどうにもならないことかもしれないけど、でもなんかうまい具合に変えていけないかなと思ってうん、そうなんかね、それはね本当に思う、なんかだってインストなんて別にねCD 聴いてても別に誰が弾いててもいいわけじゃないですか極論言うとね、そういいじゃないですか、別に誰が弾いてるか分かんないって言われましたよ別に誰が弾いてるか分かんないじゃないですかって言われましたよ、私だってまあそうなんだけどさ、そうじゃないのよ、そうやっぱりそう声にさ、別に売り上げがどうたらっていうか、やっぱ声だよね、いろんな人の意見を聞いて、そうでもなんかみんながその声、喋った声とか歌ってる声がさ違うって思うようにさ、ピアノだって演奏だってちゃんと聞けばやっぱりその人だけにしか出せない音だったりとか、その人だけにしか出せない雰囲気だったりとか、もちろんピアノに関わらずだけどね、そうあると思うんですよねだからそこはなんかまだなんかこうそう難しい世の中なんだなっていうのは、でもそれは私がピアノ始めてきてからずっと思ってることだし、そうなんかそこはね、なんかショールームを通してじゃなくて、ショールーム初めてこういうきっかけがいろいろ生まれたんだったら、なんかいろんな形でなんかそういう意識っていうのを変えていけたらいいなとは思ってる私は分変え続けることを主人でるらしい、まあなるほど、好きなんて頭からも出せない確かに確かに、辻井さんが人気があるのは、辻井さんが人気があるのは私はまあなんだろう、
人気があるっていうか、いやなんかこれは本当にあのなんかこの話してて大丈夫ですか私は。そう、次は TV になでやで。なんだろう、人気があるない、うまい下手っていうのはもう正直にの次だと思ってます。私もだって私別にピアノ始めて今自分の持ってる技量が大学にいた時高校にいた時と別にピアノのうまさが変わってるわけじゃないと思うんですよ。はい、だからでもその大学生の時と今と全然聴いてくれる人たちの量っていうのは違うわけじゃないですか。人気人を気にさせる人に聴いてもらう量っていうのがもう明らかに違うわけですよ。だからそれはもうきっかけですよね。うん、辻さんは目の見えない人のピアノコンクールで優勝したっていうのがニュースになって、そうで、それまで誰も辻さんのこと知らなかったわけじゃないですか。辻信之さんって目の見えないピアニストでの方で、多分テレビとかでもよく見られると思うんですけど、そうでも別にそのコンクールに出てそこでニュースに出て有名になったからみんな聞くわけじゃないですか。でそこからその人の音楽が好きだなって思ったりとかピアノの音が好きだなって思うんだと思うんですよ。そうでもそのたくさんの人に聞いてもらうとか人気になるきっかけ、まあお笑い芸人さんとかもそうじゃないですか。全部一緒ですよ、一緒一緒。一緒ですよ。そうまずはそのなんかね M1 じゃあ M1 で優勝しましたって言ったら昨日まで無名だった芸人さんが一気にこう世の中に広まっていって、でそこからじゃないですか、その人のネタを見るのっていうのは。それまで全く無名な人たちだったわけですよ。そうでそこからでもネタを見てって、あ本当にその人が好きだなっていう風になっていくで、そういう流れだからきっかけは何でもそうあると思うし、だから私もピアノをずっとやってたし、ピアノやめてってずっと思ってた時期もあったけど、なんならショールーム始める直前が一番やめたいと思ってたけど、あ気になる、違うわ、 M1 出るとかじゃないわ。ゆくゆつめの楽しい語り付け、あそうねそうね。おしゃべりクラシック、おしゃべりクラシックやってる人いるんですよ。誰だったっけな、そう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 、簡単にやってる方がいて、清水美智子さんとかもそうだけど。そうでまずはなんだろう、ショールームでもこうやっていろいろね私も注目してもらえてるっていう、でテレビとかにも出させていただいてるのはやっぱショールームの中でこうやって皆さんに見ていただいてるからっていうのがあって、そういう場面に出していただけるっていうことだと思うので、ただただピアノがじゃあ上手いからそこに出れるかって言ったら多分それは違うと思うんですよね。そうもちろんそこに絶対一定値の上手さだったりとか技術っていうのがないとそこに押して出させてもらっても全部土台がしっかりしてないから崩れちゃうんですけど、だからその一定値の技術っていうのは絶対持ってなきゃいけないと思うんですけどね。ですけどね、変顔しませんけどね、なんでやねん。そう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 、まあでも本当にまあ何がきっかけになるかわからないし、私もショールームを始めてねこんなにたくさんの人に見てもらえるとは思わなかったし、そうだから人生何があるかわかんないし、どこで何が起こるかわかんないから、もしかしたら私が明日にはねなんかのきっかけでやべえ大工になりたいとか言って大工になるかもしれないじゃないですか。なんかすごい大工さんにね出会って、なんかもう大工の魅力に気づいて、もう大工さんしかないわ、もうショールームやめるわって言うかもしれないじゃん。別にそれでもよくない。わかんないよ、わかんない、道端でなんかすごいなんか奇抜な人に出会って、やばいあのファッションが素敵とかで、明日から私が奇抜なファッションになるかもしれないじゃん。もう何があるか分かんない、世の中何が起こるか分かんないでしょ、みんなもそうよ。そう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 、だから本当何があるか分かんないし、その楽しさ魅力に気づくのはいつか分かんないけど。そう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 、でもだからなんだろう、何でもできる、人生は何でもできる、人生何でもできる、そうそうそう、結論そこよ。
嬉しけど BB が自分で、そうね、そういうのも嬉しい嬉しい。そう、どこで私を知るか、ショールームがそのきっかけかもしれないし、テレビがきっかけかもしれないし、この仙台に行く仙台にがきっかけかもしれないけど、何でもあり、私は何でもありだと思ってる。自分をのピアノを聴いてもらう、自分のことを知ってもらうできっかけは何でもありだと思う。全然ダイソンしてるところを見てて、なんだこいつダイソンしてるぜふーと思って次の橋見たらピアノ弾いて、おーって思ってくれたらそれでいい。もういいいい、そう全然いい。いつかしらもちょっともう2年、2016年10月だからあと何ヶ月かで2年になるね。うんうんうん、そう無限大無限大。私が大工になって、大工になったら絶対匠に出るからね。で自分でセルフ匠を引くっていうね。え私は来るもの拒まず去るものまずタイプです。何してるかな、あれなんでやねん。ビキニピアノなんでやねん、いるねんビキニピアノは。眉毛ないぜ、もう本当だよ眉毛ないぜこいつ、やべえ、あのピアノ弾いてるとき眉毛やるってなるじゃん。なんでもありなんでもあり。そんなこと話したら15分になっちゃった、じゃーん、ちょっと準備して走ってくるね。さてわけで、じゃあ明日のピアノ配信は、日曜日なのでちょっと長めの19時30分から21時になりますね。はーい、そう本当にやりそう。なんでやねん、私なんか勘違いしてる方とかもいると思うんですけど、私仙台ではピアノ弾く予定ないですから。はい。私が今回目指したのはMC、 MC じゃないイメージガールです。はい、なんかピアノ弾かないのってたくさん言われますけど、はっきり言っときますね、ここはピアノ弾きません。これ何かのきっかけでピアノ弾かせてもらうかもしれないけど、仙台ではピアノ弾きません。なぜかっていうのはちゃんとツイッターに全部書いてあります。見すぎじゃない。見すぎじゃない、それこそきっかけですよ。そう、それがきっかけで私のことを知ってくれて、ピアノを最終的に聴いてくれる人がいっぱいになったら嬉しいじゃないですか。そう、でもそういうことです。本当に私もいろいろ考えて今回はやっています。ピアノあるかもよ、ピアノあったら弾くよ、ピアノあったら弾くよ。そう、でも仙台七夕ヤンコンサートっていうね、大々的な舞台で、まあ、自分ができることの幅を増やすことによって出会いが増えたりとか経験が増えたりとか、そこで私のことを知ってくれる人が増えたりとかで、いろいろつながっていければいいなと思ってます。はい。ツイッターの方に詳細は全部書いてあります。話してると長くなるし。水族館行きたいけど時間あるかなー。あー、じゃあ泣きます、バーイ。サプライズでピアノ用されたら弾きます。それは弾きますよ。そうですね、セルフプロデュースの時代って前田さんが言ってました。いいじゃん、指輪一部悩んで、どういうこと。ピアノ&グラビアはいるから。かぶってるかぶってる。よいしょ、おたま透明人なんでやねん。なせばなる、なさねばならぬ、何事も。そうです、そうです、そういうことです。でもやったことないこと、経験はね、何でも自分を成長させてくれると思ってます。試練だと思ってます。あ、そう、ピアノ行かないの、来ました、ズズズズズズ、あ、自分で弾いてくる。しかしながらも歌う、あ、なるほど。そこは違う。さあ、というわけでちょっと時間が刻々と過ぎていきますので、お開き。今日はね、ちょっとさすがにこの私のうちわがね、うちわがだいぶ放置されていたので、ピアノとグラビア、あ、います、います、ジャズピアニストの方で、名前忘れちゃった、そう、ジャズの方です、ジャズのピアニストの方で、もう水着でピアノガンガン弾く人です。かっこいいですよ、めっちゃかっこいいです、かっこいい。あ、ミコリさんですね。はい、ちゃんとした人買ってかなきゃ、え。お開き昭和かつでーでーし、これをね、次の枠でちょっとこれ完成させないといけないから。ピアニスト、いや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 、でもほら、それも話だとキリがない。
水着だとあじゃあこのうちはちょっとね暑さのしのぎにじゃあすっぴんでくるなんでやねん筋肉しかまだない引かないいいよ私はあの水着は着ないからみんな妄想は皆さんの自由だったのでね私は皆様に妄想の禁止はしないので全然自由にしてくださーいさあというわけでではではまた明日の方明日の配信予定は朝の配信が8時からとピアノ配信が夜の7時半から9時とこの後は一緒22時30分から23時30分のダイソータイムでよろしくお願いします水着のオーケストラ見たくないなんか肌色肌色強っではではまた明日の方また明日の強の方は22時30分からレズビアニストナショナルいやあの方をあやばい名前忘れちゃった上原ひろみさん見てみパワフルだよあの女性は強いよ特に B 型私ではカウントダウン10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ゼロというわけで今日もたくさんありがとうございます。また明日の方もまた明日あのちゃんの方のちょう私は元気です。本当にご心配おかけしました。今日は元気に22時30分に現れますね。バイバーイ。眉毛ともバイバーイ。